ございます。27ライダーです。今日なんですが、先週、パワーチェックさせていただきました。パワーボックスがついた状態でですね、純正の数値を、若干上回るね、31馬力ちょいが出たんですが、今日はね、逆にノーマルの液体に戻しました。で、実際今日分かることというのは、ノーマルの液体のノーマルの純正の状態をね、馬力を知る、まあそれも知れるんですが、今日の目的としては実は逆パターンで、先週測ったねパワーボックスの、ついた状態の馬力というのが、馬力やトルクというのがね、実際このどれぐらいのね、役に立っているのか、パワーボックスがね、どれぐらい純正から、トルクやね、馬力はどうなのかあれなんですが、貢献しているのかね、それが明確になる、それが今日になると思います。本当に無駄なような、ね、感じには思うんですが、パワーチェックを2回受けるというのは無駄な感じはするんですが、僕はパワーボックス自体のね、どれぐらいの変化があるかというのをちょっと数値的に実際ねパワーグラフでねちょっと見てみたかったものがあるので、そのためにね今日今また和光二輪館さんに向かっています。担当のね加納さんにはねまた来たかとかって思われちゃうかもしれないんですが、皆さんねもし興味ある方、パワーボックスもうすでにつけてる方でもね、ああ俺のパワーボックスね、ああこれぐらい変わってるんだなとかっていう目安になったりとか、ああ買ってよかったなって、すごく実感できるようなね動画になればと思ってますので、よろしければねまた最後までお付き合いください。そして自分はあまり持っていないのか、今日も先週に引き続きやけに強風です。向かい風が半端じゃないです。ちょっとまた聞き苦しかったらね、申し訳ないんですが、またお付き合いの方よろしくお願いします。それではまた動画の方ね、パワーチェックの動画の方からね、よろしくお願いします。失礼します。
思議な結果が出てしまいましたね。パワーボックスをつけている方が、まさに何か薄皮1枚分ぐらいね、ノーマルの液体を下回る結果が出てしまったんですね。僕はてっきり逆でね、低速とか高速で、純正の液体をつけている状態より、一回りねちょっと上回ってくるような、そんな結果がなんとなくイメージしていたんですが、ちょっとねそれを覆すような結果が出てしまいました。まあ、パワーボックスというのはね、皆さんどの方に聞いてもまあ非常に良い製品だというね。でまあもちろん、カタログみたいなねホームページとかでも、マフラーとね、一緒に交換した時に、数値がねトルクとかもね、上がっているようなね、そんな結果のグラフなんかも自分も見てましたので、ちょっとこの結果がね、まあ腑に落ちないと言ったら良くないんですが、公平性がないんですけどね、そんなことになりました。でまあ担当いつものね担当の、加納さんもなんかちょっとこうあれっていう感じでね、加納さんもパワーボックスのこうね、お店に販売会とかもあってね、来てくれたりしてるんで、まあちょっとこのその結果がね、こうなったっていうのはちょっとうーんって感じで悩んでましたけどね。まあでも、今日のね、コンディションがね、例えば、気温差がね、前回と激しくあるとか、湿度の差であったりとかね、そういった部分の差も、さほど激しいね、差もなかったので、そんなに影響はないんじゃないかということでした。まあ自分もね、今回、パワーチェックに当たるに当たり、ちゃんとね、ガスケットなんかもね新品にして、純正の液体にして、まあ来たんですけどね、今回そういう結果でした。でまあ自分が気になっていたね、パワーボックスと純正の液体に関しての熱の差っていうのは、パワーボックスをつけてる方がなんかやっぱり熱く感じていたんですけど、ただそれの理由っていうのは、純正の液体の上に、パワーボックスの、膨張室のようなね、太鼓のようなボックスがもう1段2段ね縦になってる。でそれが自分のねまさにふくらはぎに並行しているので、なんとなく足に沿っている部分っていうのが純正の液体より高さがあるわけですよね。だからそれによって、より熱いような感覚があったんですが、まあ、今純正の液体に変えてた印象としてはやっぱりいつも通り熱いという結果ですね。でまあ前々からずっと話してるんですが、この暑さのに対しての、対策をどうしてもしたくて、今一つね、改めてやってみたい、一つのね、なんて言ったらいいんですかね、カスタムにも当たらないと思うんですけど、まあ、ちょっとやってみたい小技みたいなのがありまして、まあちょっとこれから帰ってからねそれを、挑戦してみて、またねそれが果たして暑さのに効いてみたりとか、あともしかしてね、エンジンのね、性能に変化があるか、まあその2点に変化がありそうなちょっとカスタムにをやってみたいので、もしね、興味ある方はね、ご覧ください。まあそのカスタムっていうのは、正直、他のバイクにも、使える、カスタムというかね、手の施しになると思いますので、まあ、もしいい結果が出ればね皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。全く変わんなかったら笑ってやってください。まあちょっとね変な結果が出たんですが、まあでも僕はそれも実際知りたかったものなので、これは今日来て良かったなと思っています。なもんでちょっとしばらく純正でいようかななんていうちょっと気持ちも起きてしまいました。まあとりあえず自分の率直な意見としては、パワーボックスというその膨張室のようなねものがなくなったことによって、初めて今日純正の、ね、液体で、走行してるんですが、まあ出足から、アクセルを、ね、開けた時の隙というんですかね、アクセルを開けて前に進む、それが、まあ、ダイレクトな感じがするんですね。それが僕の本当に WR は、ね、まだ経験が浅いので率直な意見です。
で、今戻れば今まであの買った時からついてたパワーボックスというものがついていると、なんとなくアクセルを開けた時に、一瞬その膨張室に、排気が、まあ、行く部分もあると思うので、なんとなくワンテンポ遅れるような、ね感覚を今日この純正に乗って、ああそういうことだったんだなっていう気はしました。なんで、走行の感覚としてはアクセルのダイレクト感みたいなものは純正の液排で、僕はまあ数値的には負けてしまったんですが、なんとなくこうトルク感があるような、感覚を得ていたのはパワーボックスの方でした。やっぱり、バイクっていうのは乗った時の感覚、乗っていて楽しいとかね、いろんなものがあると思うんですよね。だからパワーボックスさん結果がちょっと悪かったんですが、まあ皆さん乗っていてね、何かトルクを感じるとか、そういう、バイクの変化、また見せ方とかね、そういった部分が、パワーボックスには、まあ、そういった魅力もあるのかなと思っています。一概にね、まあ、数値は僕は知りたかったのでやったんですが、そういった部分でね、まあ、今ついてるからじゃあ純正戻そうかなっていうのもね、まあ、皆さんの感覚でやっていただければと思います。もちろん、自分のバイクの、ね、コンディションなんかもねあるのかもしれないので、ただまあ今回の結果、まあ、僕は自分は実際知って、すっきりしたので、そういった結果でした。まあそうですね、純正の液排もそんなに悪くないんだなというのと、まあカタログ数値以上、まあワコン二輪館さんのねシャーシダイナモの癖もあると思うんですが、純正以上の数値が出たので、またこれも自分の中では二重丸で、今書いている途中です。まあ今回もねすいません、長く喋って申し訳ないんですが、またよろしければちょっと次回のその自分なりに考えている、カスタム熱対策、それはちょっとねもしよろしければ、お付き合いしていただければと思います。おお風が強い。それではまた、よろしければご覧ください。今回もありがとうございました。27ライダーでした。失礼します。